マシンロボレスキュースペシャル、お正月だよ大体出場。行くぞ行くぞ行くぞ、あの空の果てを目指して、進め進め進め、君の SOS 聞こえてるよ、今すぐ僕らが助けに行くよ。指差し確認 OK、 続け Red Blue Yellow、 力合わせ守ろう、みんなの笑顔。やりたいこと、やりきれないこと、でもいっぱいやるけど、僕らの使命はいつも、もう急げ急げ急げ、世界未来を目指して、飛ばせ飛ばせ飛ばせ、楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。いい仲間たちだな。ああ、まったくだ。ミーたちもだろ。そうだな。みんな約束だぜ。この夜、太陽たちは時間が経つのも忘れて、みんなと夢を語り合ったんだ。素敵ですよね。オイラはこの先ずっと忘れない、みんなで過ごしたこの日のこと。教官、新人たちの訓練は進んでいますか？イエーイ、長官、順調です。では、そろそろマシンロボの運用法について教習を始めてください。やっさ。矢島長官、そうはおっしゃいましてもね。今、本部にいるのはファイヤーチームとサブマリンチームだけです。新人どものパートナーが来るんだよ。新型マシンロボが完成したって水道橋博士から連絡が入った。とうとうできたのね。やってくれたな。ついに、ついに約束果たしてくれたんだね。約束？ないしょ。静かに。選抜試験を兼ねたレスキュー訓練をやり遂げた君たちは、今日からマシンロボレスキューの訓練を受けることになる。僕はレッドウィングスの教官、エリアス炎だ。エース教官って呼んでくれ。もちろんみんな知ってると思うけど、私はアリス・ベッカム、ブルーサイレンズの教官よ。オイラは足川翔、イエローギアーズの教官っす。うんうん、君の気持ちはわかるよ。で、その教官じゃなーい。それではマシンロボの運用法について映像で学習してもらう。みんな、あ、アリス教官。私は広報担当官もやってるの。マシンロボレスキューの活躍を描いた映画でも、私が主役をやってたのはみんなも知ってるはずよね。え？見てない？なんですって！皆さんはロボマスターを目指して訓練することになります。まずはビデオでマシンロボのことを知りましょう。
私はファイアーロボ。優秀な消防士の知識と豊富な経験を持ち、あらゆる種類の火災に対応できる。また災害復旧においては給水活動に従事することもある。事故や災害は突然襲いかかり、人々が築き上げてきたものを一瞬にして奪ってしまう。だがその恐ろしさ、すなわち災害について知っていれば、最悪の事態から人々を守ることができるのだ。ここでロボマスターとなる君たちが注意すべき現象は何だ？じゃあヒントっすよ。次の3つの中に答えがあるっす。1、火災旋風。2、バックドラフト。3、バックドラップ。はい、火災旋風です。ちょっとは突っ込んでくれない？では続きを見てみよう。ジェット、ファイヤー、ゾーン対策に気づけ。大事何？いいから早く。答えは1番の火災旋風。特にこの字型の建物の場合、空気が渦を巻きやすく注意が必要だ。正解した君たちは私たちの力を引き出す素晴らしいロボマスターになれるだろう。どんな危険が待っていようと、私もレディーたちも喜んで共に出場するぞ。どうかします。と、このように優れたロボマスターはマシンロボの信頼を得ることができるわけだ。まあ、初代のファイヤーのロボマスターはこのエース様なんだけどね。私はポリスロボ。市民の安全と平和を守るマシンロボだ。事故や事件が起これば直ちに原因を排除し、災害時には避難誘導や治安維持に当たる。我々の仕事は大惨事を可能な限り防ぎ、一人でも多くの人命を救助することだ。どんな時でも冷静な判断力と決断する勇気が必要だ。マコト、頑張るのだぞ。ポイント C へ向かう。ポリスロボ。さあ、ここで問題だ。ビル火災、要救助者を確保した後、君たちはどうやってここから脱出するかな？はしご車を待つとかかな。では解答例を見てもらおう。こちら誠、要救助者確保。これよりポイント C へ向かう。ポリスロボ。はい、ポリス、こっちよ。マコト、急げ。ポリス、シューターセット。了解。もちろん、これ以外にも様々な方法がある。しっかり勉強してくれ。素早く的確な判断をできた君たちならいいロボマスターになれるだろう。市民の命と安全を守るために我々の能力を最大限に活かしてもらいたい。
ロボマスターになるのってすごく厳しいんですね。マシンロボの能力を引き出すにはお互いの相性も必要なんだ。平気っすよ。勉強や才能に自信がなくても根性で頼み込むって方法もあるから大丈夫っす。って、オイラだけっすか。俺たちはドリルロボ。落盤事故や土砂崩れが起こったらドリルチームの出番だぜ。おお、一人で用心しろ用心。二つ、二人で用心しろ用心。三つ、みんなで用心しろ用心。パワーと勇気で自信があるが、細けえことは苦手としてる。その上、現状に出りゃ俺たちの予想もしねえことが起きるもんだい。けど、ロボマスター大地の指示のおかげで思いっきり人助けができるんだ。大地って言っちゃダメなのか？これを見てるロボマスター候補生たちに一言？ああ、いいじゃねえか、細かいことはよ。ガッツがありゃ、なんとかなるぜ。はジャイロロボ。悪いヤツらは許せない。頼りになるナイスガイザー。コートを見るや会場からの救助、物資運搬、何でもカモン。軽いフットワークで世界中を飛び回るぜ。壮大この切れ味、空手にカンフー、別技までマスターしたマシンロボはミーだけだ。ジャピー、ヘッドアクト、キーク。おお。悪い奴らを見かけるとちとやりすぎちまうこともあったが、最近じゃ二次災害おおむねナッシングって感じになってきたぜ。僕はサブマリンロボ、海を愛するマシンロボさ。好きなものはとにかく海、何が何でも海が好き。アクアロボたちはマリンスキーが好きだってさ。海難救助など水上水中の活動が得意なんだ。誰かが海で困ってたら助ける、ただそれだけさ。幸せだな。本当、事故なんて起こらないでほしいよね。え、ロボマスターの心構え？僕はロボマスターじゃないからわかんないな。ちょっとちょっと、そりゃないっすよ師匠。別に師匠はないだろ。あらら。それじゃあ僕が指令を出そうか。え、足川翔、ハイパーモード合体始め。ハイパーモードにシステムを移行。潜水よし、海水よし、リアス、ダリアスよし、熱球合体、ハイパーアンパワー、パワー。って何やらすんすか。これっす、これっすよ。さすが師匠、わかってくださる。教官、これでいいですか。負けた。良い子のみんなは真似しないでね。ま、大切なのは二度と悲しい思いをさせたくないっていう気持ちと海への愛だね。そうっすね。俺はジェットロボ。高層ビル火災や空からの捜索救助、消火活動が主な仕事だ。
俺たちマシンロボは各種センサー類によって常に周囲の状況を捉えている。消火弾を落とす時にも空気の流れを読んで最も効果的な位置に落とすことができるんだ。たとえロボマスターがいなくても自分の能力を 100% 発揮するのは当たり前なんだ。だけど新しい発想や強い心がデータ以上の力を引き出すことをロボマスターから教わった。俺はロボマスターと出会って誰かを助けたい、大事にしたいという気持ちを知った。そうだろ、V ステルス。俺はレスキューについて新入隊員に教えられるほどではない。あ、消えた。ステルスには姿を見えなくするステルス機能があるんだ。Jお兄ちゃんと一緒でこっそり助けてくれるんですね。少々、もしレスキューしているところを見られたら見たなーって追っかけてくるぞーって、なわけないっす。ボケてもスルーされるなんて虚しすぎる。ケン君、カンバーグ。俺は V ステルスロボ。偉そうなことは言えないが、一つだけ言えることがある。それは命を脅かす者を俺は許さないということだ。地上でも空でも俺がフル活動できる範囲は広い。ロボマスターが望むなら宇宙の果てまでも飛んでいこう。誰かに必要とされ何かをして喜んでもらえた時、生まれた価値があると実感できる。ロボマスターになったらお前たちのマシンロボを使いこなしてやれ。私はマシンコマンダーロボ。3体のロボマスターが心を一つにしなければこの姿になることはできない。つまり私はレスキュー魂そのものなのだ。私には3体のマシンロボが持つパワーとデータの全てを活用することができる。そのためバラバラに行動するよりも大きな力を得ることができる。私の力は私一人のものではない。仲間と協力することによって存在できる自分を私は誇りに思っている。地球の未来を守るのは君たちだ。みんな気を抜かずしっかり訓練に励んでくれ。マシンロボレスキュー。ここまでやらないとロボマスターにはなれないのか。大変だ。みんな大丈夫、自信を持つんだ。勉強や訓練を積み重ねれば僕のように伝説を作ることもできるんだぞ。さあこれを見てみんなも自信をつけろ。エースヒーロー伝説、エースに任せな。やっさー、エースに任せな。ハイパーモード、絶対ロボマスターになるぞ。私だって僕はジェットがいいな。俺はファイヤー。ほら死後は慎め。うるさい、お前ら全員格納庫の掃除。何隊員と一緒になってんのよ。あ、いやっていうか懐かしくって、っていうか今日初めて突っ込んでくれたっす。嬉しいっす、本当に嬉しいっす。そういえば私たちも格納庫の掃除から始まったわね。ああ、みんなどうしてるのかしらね。バイクロボ2番機から5番機、少しでも挙動不審なものを見つけたら ID を確認しろ。不審者、不審物を絶対に見逃すな。俺たち警視庁マシンロボレスキュー隊初の大役だ。総理大臣をはじめ各国の首脳の警備を完璧にやり遂げろ。
誠、何かが高速でこちらへ向かってくる。何？情報は、すぐに情報を収集しろ。ポリスは VIP を守れ。了解。バイクロボ、すぐに取り押さえろ。ダーッ。新型マシンロボが逃げ出した？ちょっと目を離した隙、眠くね。でも一体どこに？何だこれは。もうそこやったよ。遊ぶなって。あいつら。誰だ。どうしたんすか。気をつけろ。新型マシンロボがそっちに向かっているぞ。新型マシンロボの名は？無限バイン機構を取り入れた。その名もエアレオンだ。エアレオン。よく来たな、エアレオン。マシンロボ基地へようこそ。ボカサブマリンロボ、よろしく。新しいマシンロボが来た途端、あいつらこれだ。エアレオンのやつも張り切りすぎだぜ。マシンロボレスキューの話をしたらいきなり飛び出しちまってや。誰かと同じだな。乗れ太陽。今日はお前のサバイバルナチュラルの勘を信じてやる。待て太陽、ジェット。そんなこともあったね。社長、せっかくですから新入隊員に経験談でも聞かせてあげてはどうですか？社長はやめてよ。それはちょうどいい。え？これから本部施設を案内するところだったんだ。ぜひあいつらに面白い話を聞かせてやってくれ。これが君たちのお楽しみの場となる訓練棟だ。はい、ここから訓練棟の壁を使って垂直降下の訓練をします。こんなに高いの？最初の頃は怖かったね。僕は全然平気だったけどね。嘘、十分怖がってたわよ。でも初めから怖がらない人はいないわ。しっかり訓練を重ねることで自然と克服できるから、みんな頑張ってね。次はプールっす。プールって言っても泳ぎを練習するわけじゃないっすよ。レスキュー隊員は泳げるのが当たり前。沈んだ船から逃げ遅れた人をいかに早く、そして安全に救助するかを特訓するっす。服を着たまま泳ぐのって実はすごく大変なんだよね。こう見えても足川教官は一番泳ぐのが上手かったのよ。うわ、海だ。勘違いするな、海水浴に来たわけじゃない。もう今でも思い出すわ、誠が考えた地獄のようなトレーニング。現状では重装備をつけた上で放水や救助を行わなければならない。普段からの地道な体力作りがいかに大事かが訓練をしていく中で分かってくるはずだ。もちろん体だけじゃなく精神力も鍛えられるよ。あの時のジェイクすごかったな。そうそう、ジェイ君は全然足がしびれなかったんだぜ。つらいぜ。次は見ての通りグラウンド。サポーターロボに指示を出す訓練はここで行う。あ、そういえば水ゲーの訓練もここでしたよね。
あ、その小型ポンプ走法訓練って言うんだけど、すごく危険を伴うから真似するなよ。訓練以外にもマシンロボレスキューの仕事はたくさんあるぞ。例えば防災指導だ。テナントビルやホテルなどの人が集まる場所や危険物を扱う施設、イベントの安全を徹底すれば事故を未然に防ぐことができる。一般市民の防災意識を高めることも重要な仕事よ。本当にありがとう。エース教官、リーダーロボットはどこで訓練するんですか？いい質問だ。機動演習ゾーン、マシンロボだけが作り出すことのできる災害救助訓練用のシミュレーターだ。ゾーン1型は陸上競技場の形をしているんだ。ゾーン2型は高層ビル街における災害救助訓練に使うこともあるっす。ゾーン3型は海上火災に備えた訓練施設なの。ゾーン4型は僕たちが訓練棟でやる訓練をマシンロボができるようになっている。ま、ゾーンはあまり無駄に使わないように。2階ゾーンは無駄に使わないように。骨折りゾーンのくたびれも OK なんつって。教官、あのタワーは一体何ですか？あれは出場サインを出す役目になっていて、どのチームが出場しているのかが一目で分かるようになっている。例えばパーならレッドウィングス、チョキならブルーサイレンズ、グーならイエローギアーズ、 V サインはステルスチームとなっているんだ。それ以外にも代替出場とかお帰りなさいなんてのもある。そしてこのマシンロボ基地の心臓部、大回転ベースだ。リーダーロボは地上格納庫からここへ降りてきて、サポーターロボと共にトランスポーターに登場する。そして僕らがトランスポーターに乗れば出場というわけだ。しかしマシンコマンダー V ステルスは基地の反対側のカタパルトからの出場となる。少々、出場は自動制御なんだけど、万が一使えない時は手動で発進させることもあるっす。あったね。あら、全然知らなかったわ。みんなで力を合わせて飛び立った時の感動、嬉しかったっす。そう、レスキューは一人の力だけではできないということをよく覚えておけ。マシンロボたちだってリーダーロボを中心にサポーターロボたちと助け合って活躍してるんだ。そうよ、バックアップってとっても大事なのよ。優秀なバックアップメンバーがいてこそマシンロボやサポーターロボが活躍できるんですから。いやー、まったくっす。やっぱ相方がいないとこう生活の張りがないというかね。リーダーロボにはサポーターロボ、ロボマスターにはバックアップ、そしてコケにはツッコミがいないとダメっすよ。最後のはちょっと違ったっすかね。そして最後に君たちが友情を育む寮、大使館だ。あら、いらっしゃい。寮父母の大井川善次郎さんと里子さんだ。ご飯がとっても美味しいからダイエットどころじゃないわよ。あら、お上手だこと。おかみさんの作ってくれるおにぎりなんて最高さ。今まではうちの人が周りの世話をしてくれたかもしれないが、これからは自分でやること。勤務時間にちゃんと起きて勉強や訓練も自主的にやるんだぞ。でもたまには息抜きも必要っすよ。危険を伴う仕事でいつも緊張してるでしょ。たまには羽目を外してのんびりするのも大切だと思うよ。僕、ここでいろんなことを初めて経験したな。みんなでご飯食べたり、お風呂に入ったり、喧嘩もしたけど毎日楽しかったね。初めてのお使いに行ったやつもいたな。しかも宇宙まで。嘘じゃなくて本当の話。言ってて辛くない？辛い。そういえばジェイ君は国際ハイパーレスキューに行ったんだっけ？そう、それも宇宙支部よ。ジェイって本当宇宙が好きなのね。本当だね。地球に向かっている隕石の方向と数を正確に報告しろ。V ステルスの巡視の方向から3個、20秒後に射程内に入ります。
目標確認。ウィステルス、ひとかけらも地球に落とすな。任せろ、G！ステルスなら朝飯前だ。お祝いにビーフシチュー作りますから早く帰ってきてくださいね。そういえばそろそろ始まる頃か。本日東京にて開催される国際平和安全救助会議に参加する各国首脳が続々と会場へ到着しております。この会議は世界246カ国の元首が一堂に会し、世界の平和をお互いに約束し宣言するという、まさに新しい時代の幕開けの試金石となることに間違いないでしょう。今日やるの？ケン、新入隊員を連れてきたぜ。いらっしゃい。相方！おー、やっとここまで来れたっす。もう誰も突っ込み入れてくれなくて、すげえ、すげえ悲しかったっす。じゃあみんな、駐車しようか。そんなところに車を止めちゃダメだ。ポリスロボで撤去するぞ。だってみんなやってるじゃない。でもここは駐車禁止だからね。その駐車がなーい。ガガガガ、さすがケン君、最高っす。ケン君、ツッコミが鋭くなったね。ああ、これはツッコミ用のおもちゃ。本物は新入隊員のために各種取り揃えてるよ。エース君も一本打っとく？え、僕。エース君、注射してもエースか？よくない！もしファイヤーが出場することになったら困るだろう。今のツッコミはイマイチだな。ツッコミじゃない！みんないい？正しいツッコミというものをきっちり覚えていってください。例えば、なんでやねん、誰がやねん、いい加減にしなさい、など。今は教官たちだけしかいないんですね。ああ、ここにはな。みんな世界中で活躍中よ。全然変わってないわ。逃げても無駄だ。抵抗せずに捕まった方が君のためだぞ。兄ちゃん、ジャイロ、そろそろ終わらせよう。オッケー、ジャイロ、慎重に。 Don't worry。 うガラオラレスキュー隊、気を抜かずにしっかりやるのよ。了解、兄貴。よし、あんたに仕留めてみせろ。やってみ、任せろ。剣だ。兄貴はやめなさい。私は女よ。順調に機能しているようね。あ、マリーさん。この調子ならガラゴロたちのヨーロッパ配備は早くなりそうね。マコト、警備の方はどうだ？まもなく総理大臣を乗せた車が到着します。詳細は後ほど。なんだよ、相変わらず冷てえやつだな。久しぶりだな、宮島。お？どうだ、その椅子にも少しは座り慣れたか？おお、佐々木、警視庁の方は今忙しいんじゃないのか？マシンロボ部隊の導入は順調だ。すべて誠がうまくやってくれている。総理大臣、会議場に着きました。
りも約束守ったんだね。約束？ええ。マシンロボレスキューをやめる？どうして？国際ハイパーレスキューが動き出して新しいタイム入るって時に。やめるわけじゃない。俺はもう一歩進んでレスキューを必要とする事故や事件を防ぎたいだけだ。ポリスも賛成してくれている。僕はこの経験を生かして会社を作ろうと思う。そしてたくさんのマシンロボを世界中に送り出すんだ。トールさんとドリルと一緒に。どうした？いい考えだと思うか？そうだよね。まこと、第一、心配するな。ロボマスターの育成はエースに任せな。アリスの魅力で入隊希望者をいっぱい集めてあげるわ。まことたちがいないのは寂しいけど、でもレスキューは僕たちに任せて。僕はさ、ドクターカーならぬドクターロボみたいなのやりたいんだよね。マシンロボに医者が乗って現状で治療するんすね。国際ハイパーレスキューでやれば世界中の人たちを助けられるでしょ。でも国際ハイパーレスキューは主要国だけだし、医療行為には法的な制限が。なら、その法律を変えさせてみせますわ。え？愛があれば、なんとかなりますわ。なんだよみんな、すごいこと考えてるじゃないか。よし、やろうぜ。世界中を守ろう。みんな、約束だぜ。わー！別々の道になっちゃうけど、気持ちはいつも一緒だからって約束したんです。あなたたちは本当本当私たちの自慢のレスキュー隊員よ。やめてよマリーさん。世界中の国々の皆様方が互いに助け合おうという呼びかけに応えてくださったことを感謝いたします。人種や文化、国が違っても大切な人を思う心は同じなのです。どんなに辛いことがあっても諦めなければ道は必ず開けます。思いやりを持って手を取り合えば世界中の人々を守れるでしょう。私たちは世界の平和と安全を祈り、ここに国際平和安全救助会議の開催を宣言いたします。こちらサバンナ支部。太陽、ちゃんと食べてる？久しぶりだなアリン。今パリだっけ？そう、 EU 支部、マリーさんが支部長。ところであんた、あれ食べた？ああ、あの冷凍コロッケ、油とかねえからそのまま食ったらすっげえまずかったよ。あんたバカじゃないの？そんなこと言ったってしょうがねえだろ。ここはガスとか水道とかコンビニもないんだぜ。でも自分で行きたいって言って行ったんでしょ、ボンと一緒に。そうなんだけどさ。でもたくさんのボランティアの人たちが手伝ってくれるから順調さ。みんな心の優しい人たちばっかりなんだ。俺もボンもジェットも周りのみんなに支えられて生活してるよ。そうそう、この前ムチ打ちになったキリンを2000キロも離れた動物病院に運んだんだぜ。そっちじゃ考えられないようなことばっかり起こるけど、とにかく毎日が楽しくてしょうがないんだ。へえ。
そうなんだ。今度の非番の時に行ってみよっかな。ああ、また会いたいな。みんなで、みんなで集まってまた格納庫の掃除しようぜ。ねえ太陽、本当にみんなで会おうか。ああ、いいな。同窓会しよう。同窓会？今度の休みは確か。はい、いつだ？今調整してみます。今夜中よ。いつやんの？同窓会だし。どうしようかい。これ絶対行くよ。兄ちゃんが行かなくても僕も。おいおい、みんな同時に休み取っちゃまずいんじゃないか。そういうことならその日は世界平和の日で休みにしちゃいましょう。さすがさゆりさん、言うことが違うね。でもそんな簡単に。霧戦車の山中にて遭難事故発生。出場レッドウィングス、レッドチーム。行くぞボン。ああ、行けボン。ジェット霧戦車はバーン。どこにいても俺はみんながいてくれるような気がするんだ。みんなと出会って一緒に訓練したことが俺の宝物だ。みんなありがとう。楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。